では始まりまりした空所補充問題の第8回になりますね。はい、それでは行ってみましょう。今回も、そうです。京都女子大の問題をやってみる。だがや、だやじゃない。だがは、長古屋だが京都、ど、どすえ。はい。では行きます。I bought a brand new car last week, but there's something wrong with the なんとか engine. というのがあるんですね。なるほどね。はい。brand new ってね、日本でもよく言いますね。三線だよね。最新のね、車を買いましたよ、先週って言って。 Something wrong with. まあこれはセットフレーズで覚えてもいいですね。何かがおかしいよってね、壊れてる時とかに使うやつですが、さあエンジンを入れるんですが、a n o あん、あなた、サ d デ d というふうに来てるわけなんですが、さあどれがぴったりですかってね答えは4番ですね。something wrong with the engine そのエンジンなんかおかしいよ。もう brand new car って車って言ってるから、 どの車か特定されてますよね特定されてる場合は「だ」ですね。話しても聞きてももうこれだっていうふうに分かってるからですねそういう時に「だ」を使うことが多いですね。 アンっていうのはだから不特定のものになっちゃいますから決まってないエンジン1個になっちゃいますね。で来るわけでしょ、えー、でもさもしその買った最新型の車がエンジンを2つとか3つ複数のエンジン積んでてそのうちの1個がダメだって言ってたらどうなんですかまあねありえるけど。 最も適当なだからね,いいねあ最も適当なって適当に選ぶの,あの適当じゃないですけど適当に選んじゃうみたいな、ね、違う違う最も適当なこれ適当でしょ一番みたいな、ね、そうじゃないですねだから気をつけてくださいそうですね「d エンジン」ですねこれも特定のもの普通は車1台につき1つしかエンジンないからだって使うのが普通であん」って言ったらなんか複数あるみたいそうさっきちなみにこのネイティブスピーカーのこ問題解かしてみたらもうだって空欄を埋めるとかの前にも だって入っちゃっても読んでる時にね「something wrong with the engine」って言ってねそう言ってたから選択肢を見るまでもなかったっていうね「だ」が入ってた。で「だ n アンエンジンってこうやってさ突っ込んでくるやつがいると思うんだけどさ複数あったらさつっ,って「まあねそういう状況でどうしても言いたいんだったら言っていいけど」つってて、ね、やっぱ「だ」だよ普通はっっね。 アナザエンジンって何なんだろうね別なんか新しい車買ったんだけど別のエンジン何と別なのその車とは関係ないエンジンに何か問題があるってことよくわかんないサムエンジンよく分かりませんね普通はねサムのね後ろ加算名称置く場合は複数ですしねはいということでした買ったんだけどなんかエンジンおかしいなとかってですね <laughs> は、She なんとか Italian for five years When she visited Rome for the first time in 2010というふうに言ってますはぁ、あ、来ましたね時勢でしょう。h a v been learning Has been learning Has learned i s learning 覚えてますかそういつのことを表しているのかまず考えなさい時勢問題はって言いますねはい、Hi, When she visited Rome for the first time in 2010はいつの話ですかそうですね visited って書いてあるからこれ過去の話ですね はい過去っていうのが決まったら過去を表しているものを探しなさい「has been」ほら「現在完了進行形」さようなら「has learned」「現在完了形」「現在のことだ」ってやりましたね「現在完了」は「is learning」「現在進行形」はいということでいつのことかを考えればそれでおしまい過去だって分かればそれでおしまいです。はい ででそれにプラスで考えるって言いますねこのまず時間を考えてその後に何系かを考えなさい進行形なの官僚形なの官僚進行形の印を見つけなさいまずは時間を決める印を見つけるのが先決だって言いましたねそれで答えが出ちゃうことなんか山ほどあるからって言いましたねそこまで言ったか覚えてないけど <laughs> 真相は知らないですけど、まあ、そんなようなことを言ったはずです私ねだからこいつが正解です。ハードっってなってなるこれだけで もう一発で決まるわけでですねでちゃんと継続の印 for five years がついているから完了進行形になってますね。ねハルビンこれで継続の意味を表すんだっていうふうに言ったじゃないですか。はい、なんで5年学んでたとイタリア語を2010年にローマを初めてフォーダファース t タ m e ですね訪れてっていうふうに言ってるわけですね。時間はこういう感じですね。2010年っていうのが過去なんですよ。で 5年間勉強してたわけだから2005年ぐらいから始めてたってことですねイタリア語の勉強でローマに行ったっていうある過去があってイタリア語をずっと勉強してたよっていう期間がありますねある過去よりも前っていうのが出てくるとハタス過去分子っっってててていうのが出てくるよってやってますねで今回は継続してるっていうのでこうなってるわけですね はい、ちょっとね読み間違いに注意だなって思ったこれはねある表現を習ってる人がねこれ間違えるだろうなって思って何かさ「For the first time in 難」とかですねこれ間違えやすいので知っておいてくださいねそうこの表現、まあ、確かに英作文とかではすごく使いやすいよねこういうのね「For the first time in five years」とかこれ意味わかりますか例えば「She visited Rome for the first time in five years」だったらそうこれ5年ぶりに ローマを訪れたって意味でですすよねえ知らないですか、えー、そういう表現あるんですよこれね5年間経ってそれで初めてなんだこれがっていうので5年ぶりっていう意味になるやつですねここを狙われたりするので、えー、押さえてくださいだから久しぶりに行ったとかでもね「For the first time in many years」とかね、えー、すごい長年行ってなかったけど初めてその後行きましただから久しぶりっていうので出ますでこの構文じゃないから間違いないですね2010年ぶりに初めてローマに行ったとかお前はどこの人だ <laughs> 前のの人間ななかみたいなね,、はい、そ,うね,いねそ,うそういうことですすねね全然違いいまそそうううだふうに読み間違えないです、ね。2010年に初めてローマに行ったんです。2010年ぶり久に初めなローマみ行ったんですね。ねカエサルの時代はこうではなかったなとかねそういうわけではないですね。はい、<laughs> If the sun なんとか rises in the west, I would never change my position on this matter. <laughs> はい これねやりましたよね。もそうだからこれも出るんですよ。やっぱりね。been to made to used to were to、はい。当然ですね。はい。分かってますねはい、答えは were to になりますね。はいこの「if」の塊の中でもしっていうのでそう万が一ってやつですね。可能性が低いとかっていう時に出てくるよっていうんですね。はい 太陽が西から昇ったとしてもってことですね。まあ、太陽が西から昇ることがないじゃないですか。ね、はい。だから、ここですね。1, 私は、私の立場をね、変えることはない。この問題に関しての立場を変えることはありませんよっていうふうに言ってるわけですね。はい、まあ、even つけてね、even if で言ってもいいですね。even if the sun were to rise in the west、ね。 これもインだってやりましたね。これね、フロムじゃないよって言いますね。Rise in the East だっていうふうに説明しましたよね。これもね、やりました。Rise from the East じゃないですよ。日本語を置き換えないでください。East は東側全体ですからね。水平線のことは表さないからね。まあ、普通は東から登るけど、たとえ西から登ろうとも絶対に変えません。何具体的に。<laughs> 何があったのどう <laughs> いう状況。はい、このね、used to っていうのもやったじゃないですか。覚えてますか そそうそうかつて「何何したと」とだ used to vs would」とかっていうのもやりましたし「ね、used to」と「be used to」「get used to, to」と間違えちゃうよっていうのねきっとスタッフが概要欄に貼ってあるから、ね、見てない人はねそれをね見ればいいんだよねはい探すから。はい Been to だってこれねやったじゃないですかこれだってねそこに行ったことがありますとかってねやったでしょ I've been to Tokyo だったら東京行ったことがありますみたいな感じでねえ言えるわけじゃないですかメイドトゥってこんなのやめましたかやったでしょメイクの五文形の受け身ですねメイク人トゥっていう原型だけど受け身にすると「ビーメイドトゥ」になるってねえ知らないよ大丈夫貼ってやるから概要欄に仕事量を増やしました <laughs> はいでは次みますね。くじゅうなんとかメだわいときよみずごうじょうステーションってですね。ああ、どこだかさっぱりわかんないけど、き水ってき水みずとかのことかな。あそうこれ、京都女子大野犬ね。野犬 <laughs> ね。くじゅうなんとかダだわイですね。後ろにミーとダウェイっていう目的を二つとってますね。おわんに酸素を与えるっていうね。 はい、清水工場ステーションへの行き方を教えててくださいってことですねみんな教えるだよね。これ、教えるが並んでて、ややこしいです、ね。道を教えるのは、そうです。tell ですね。tell me the way っていうので覚えてる人多いよね。could you tell me the way to 清水五条ステーションってこれだから記憶してない。自分も中学校の時に覚えさせられましたよ。teach ってね、今まさに私がやってるようなことですよ。こうやってみんなにこうやって教えてる授業的なものでしょ。 道の行き方は授業じゃないですからね。確かに第四文献取れるけど、teach は。ここは主語で、動詞で、ここが基本、よく分かんない,、はい。そういうふうには言えません。ね、ただ道を案内するとかっていうときに使えないですインストラクト、まあ、インストラクト人、the way とかっていうのは無理でしょうね。はい、インストラクト人、to do とかはよく使うし、how to do it とかね、それをやり方を教えるとかだったらよくありますけどね。 エジュケイトなんかもっともいいですね教育するエジュケイト人は言えるけどエジュケイト人何々とは言えないですねはいと日本語に訳すと似てるけど使い方が違うよそうこういうのが語法って言われるやつですねあ間違った報道じゃないですよ、はい、語法語の使い方です教育学部とか受ける人がねエジュケイトっていうのはこ,ねねこの部分ですねこれがデュース引き出すっていう意味なんですよね外だからいいわですねそうこの中にあるものを引き出してあげるのがエジュケイションであるとね 才能だったりとか力を引き出すのが教育でティーチは教えることだっていうねこの違いが教育学部のね長文とかで出てきたりすることもあるので知っといてください。 でちなみにこの、ね「can you tell me the way?」って言って覚えたんだけど実生活ですねアメリカいたりとかカナダに住んでたりとかですね一回も聞かなかったですねで道案内をすることはあったし道を尋ねられることはあったんですけど一回も聞かなかった「キュチュタメイドウェイ」っていう人はいなかった、ね、自分自身これで覚えてたんだけどこうやって言うんだろうなって思ってたんだけどえじゃあどうやって言うんですかネイティブはね一番多かったっていうかこういうですねこれです圧倒的に「Where's?」っていうふうにどこで ですかって聞かれることの方が圧倒的に多かったというかそれが多分ほぼほぼ全部だっただから自分自身がね旅をした時もそうやって聞きましたボストンに行った時あるじゃんマチャチューチェッチュ工科大学の、ね、寮に泊まったんですけど MIT からハーバードって歩いて行けるんですけどそこで、ね、行く時にこう道を尋ねる時とかにもそうやって聞きました「Where is Harvard?」みたいなね「ハーバードはどこですか?」みたいな極、ね、寒の中歩いてね死ぬかと思いましたけどねバス乗りゃよかったと思ったんですけどね まあ歩いて行ける距離だからって言って彼女たち本当にやばいハーバードに着く前に死んでしまおうと思いましたけど、ね、とりあえず一応ハーバードに着いてハーバードのどっかの教室に入って「森鉄」って書いて写真撮りましたけどね、はい、<laughs> ハーバードに行きましたみたいなね、はい、っていうのを撮ったの今でも覚えてますけどねあれ何のために行ったのかよく分かんないですけどね、まあ、ハーバードってあとなんか学長さん本当は違う人の像かなんかなんでねでもなんか学長さんの像の,この足触るとね なんかいい賢くなるかなとか忘れちゃいましたけど「ていい」って言ってね銅像かなんか飾ってるんですけどそそう,そうだからみんなそこ触るからそこピッカピカなんでその足だけすごいピカピカでそんなの知らずに言ってたからなんでここだけピカピカなんの変なのって思ってただ写真だけ撮ってきましたけどあなんか御利益がある的なものだったんだと思ってですね後々知りましたけどねはいということでねバッチリできましたかという感じでしたはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします それでは始まりました空所補充問題の第9回目ですね、えー、京都樹脂大のですね続きをやるんですがまあ、ある意味今回はスペシャル回になりますねなんでかっていうとですね基礎英文法講座に入れようと思ったけど入れる場所がなかったってやつをですね扱いますなので未公開のですね問題を扱うことになります はいでは行ってみましょうねそう。京都女子大としてますが、最後に京都女子大の問題は扱いますが、こいつですね。今までよどこに入れようか、どこに入れようかっていっぱいやったけど、入れる場所がうまくなかった<ス>です、はい。リクエストもあったやつですね。はい。Ken Hertz なんとかフ riendly personality that everybody loves him.So, such e r to b e r y さあ、どうですか まあ、いわゆるね、とてもとかって言われるやつじゃないですか、こいつらね。でも、使い方が違うから、厄介だよっていうやつですね。まあ、出ることがあるやつなんで、後ろにフレンドリーっていう形容詞がありますね。で、そういうやつが、まあ、パーソナリティっていう名詞を就職しているわけです。ITY の一個前にアクセントがいきますので、パーソナリティですね。また出てきました、この映画をマーク。 こういう感じではい、フレンドリー、ペーソナリティという形で形容詞、名詞があるんですが、あ、とてもフレンドリーだ、とてもフレンドリーだ、フレンドリーすぎるよとかっていうのに引っかからないでください。パーソナリティは加算名詞で使えますので、あが必要なんですということで、正解は、そう、さっき、あ。さっき、フレンドリー、プーソナリティという形で、とってもフレンドリーなパーソナリティっていうのを持ってますよっていうんですが、はい、これですね。 サッチザット公文と言われるやつです。サッチザットって見たことありますかそう、そうザット公文は有名じゃないですか。そ、so, う形容詞、そう形詞じゃないですよ。そ、so, う形容詞、そ、so, う副詞、ザット SV みたいなので、これはやってますね。中学校でも範囲ですから出てくるやつなんですが、サッチザットは知らない、見たことないよとかっていう人が結構いたりするので気をつけてください。サッチアファンジャリーパーソナリティー、o d y loves him ね。 とてもフレンドリーな性格だからみんなが好きですよっていうふうにね言ってるわけです。はい、でそう厄介なのがですねそうさんが厄介ってなんか言いづらいなそうさん厄介ですねトゥーさん厄介ですねヴェリーさん厄介なんですよそうこれをねきちんと押さえておかなきゃいけないんですよ。はい でどういうことなんだっていうとですねこいつらですね語順が変わりやすいので押さえないといけないんですよね例えば「very」が一番ね簡単だから覚えてみましょうかね,ねとてもかわいい女の子って言った場合「q」と使って言うと何ですかそう「A very cute girl」ってなるじゃないですかねこの語順になると思いますよね監詞が最初に来て「副詞」 形容詞名詞っていう語順になりますよね。はい。それがサッチだったらはいどうなってました？これサッチで言い換えると、そうサッチは級からになりますね。という語順になりますね。まあサッチが一応副詞と言われるんですが、漢詞の前に出てくるっていうので特殊なわけですよ。こいつほらね、みなさんが一番見たことあるんですね。漢詞副詞形容詞名詞っていうこれがまあ最も有名な語順じゃないですか。 監視っていうのが頭にあって副詞さんが形容詞さんを就職してますよで形容詞さんが名詞さんを就職してますよっていうので一番ねスタンダードな形だったと思うんですがサッチの場合は監視よりも前に置けると。だ副詞監視形容詞、名詞の。 不思議なな語順になるんです、ね、ほら入試は普通じゃない形を問いたいんだってやったじゃないですかじゃあね他のキャラクターどうですかこの「そう」っていうのが出てきた場合ね「そ、ね、う」はややこしいんですよね <laughs> こいつだとどうなるかわかりますこの語順はい実はそうですね「s o キュ cute are girl」っていうすごく特殊な語順になりますねソーが前にいると う、形、字、監視、名詞の語順になる。はい、非常にややこしいですね。だから、層、形、監名とかですね。層、形、監名とかですね、覚えてる人もいると思うんですけど、そうです。語順が変わりますね。普通じゃないですね。で、こういう形を取るやつ、層以外に何てなれてますそうそうそう、あずとか、今回やったトゥーとか。 えー How、なんかを習ってますねこういうふうに覚えてる人も多いと思いますね「そう形容詞あ名詞、ねえー As」形容詞,あ名詞とかっていうふうに覚えてるんですが結構ねフレーズでやってるから覚えやすいんですよすぐにパッと浮かべて「そうキューラーガール」とかってやってるんですけどこれで例文を無視してですねやってしまうとねとんでもないことになるというか使えないんですよ全然これ。 こういうあ知ってる「あず形容詞」あ「漢詞名詞」とかね「to 形容詞」えー「漢詞名詞」とかって覚えてると全然うまくいかないことが多いのできちんと例文やっておきますねどういうことなのかそうだこれしか知らないっていうですねこういうのでしか覚えてない人は実際は使うこと全くできないまあ使うって言ってもね固い表現なんか使うことはないと思うんですけど使用法を間違って覚えちゃうことが多いですねなんで例を見てみますね はい、見てください、ね。Ken has such a friendly personality that everyone loves him. です、ね、はい、such that、ね、そして Ken、はい、has so friendly a personality that everyone loves him. という形でこうやって言うことができるわけですよ。よそうの場合は、そうが出てきたら、はいそうに引っ張られてケージが来るんですよ、まずです、ねはい。そうに引っ張られてケージが来て、その後に監視が来るんです。 名ねはい、総経時に「感銘」と覚える必要はないです。はい、でこれ「ダッと公文になってますね。はい、同じようになってます。 えこういうふうにですね何かの構文と一緒に出てくるときに使うことが多いですあの全部じゃないですけどわざわざ Ken has so friendly a personality だけでしゃべることは多分あんまりないと思いますよそれだったら上で言った方がいいです Ken has such a friendly personality って言った方がいいと思いますねこれやっぱすごく固く聞こえるんですよやっぱ語順が普通じゃないからねでやっぱなんか後ろにあるそうざっと構文とかあるからこれが発動されるってことがあったりしますね同じようにただ アズだけで覚えてる人いるんですけどそうではなくて「Ken has as friendly or personality as John」ってちゃんと「as as にしてやってくださいねここだけで覚えちゃうから「as 形容詞漢詞名詞」で覚えちゃうんですけどちゃんとこれ「as as で使うわけですからね普通はい「あず形容詞漢詞名詞」の語順になるよってで次がちょっと厄介ですよ次から厄介ですね、はい、さあ と o のやつもね、はい、This is too expensive a car っていうふうにあんまり言わないんだよね。一応、ト o to 公文とかねそう、こういう時にね、時々出てきたりするので、This is too expensive a car to buy っていうふうに言うんですけど、そうですね、なんだこれってなりますよね。私たちが習っているのは、と o があった場合に、と o 形容詞、漢詞名詞。 で習うんですけど実際ネイティブスピーカーカ、ね、これ、ね、オブ入れ入る人結構いますねこの「too expensive car to buy」ってちょっと、ね、間違ってるって感じる人がいてこの「オブを入れたら OK だよっていう人がねいたりするので OK って言ったりする人がいるので気をつけてください。This is too expensive car to buy っていうふうに「o ブが入っていたら自然に聞こえるっていうネイティブが実際います。でもちろんん皆さんが習ってる こっちでいいじゃないですか。This car is too expensive to buy とかって2-2公文って習ってるじゃないですか。それでいいんですよ。そっちを使えばいいです。わざわざこの堅苦しい表現を使う必要はありません。で、同じように、How っていうね、簡単文なんですよ。簡単じゃないですよ、簡単文ってね。皆さん、ただただ How の後ろに形容詞、あ、きて名詞っていうふうに覚えるんですけど、具体例で覚えてね、そうちゃんと簡単文で使ってくださいね、これね。How があって、形容詞、あ、名詞。 で、this is とかっていうね簡単文のねで、今回もそうですね、見てわかりますね。そうなんですよ、ネイティブこれね、オブ入れたがる。How expensive a car this is? っていうふうにオブをね入れたがるんですよ。だから皆さんが習ってるこれでいいですから、How expensive this car is? っていうふうに習ってるじゃないですか。こっちを使えばいいですから、こっちの方が簡単ですね。this car is この Expensive の方に、こうね How に引っ張られて Expensive が前に出てくる。これでいいです。で、これか、もしくはほら、習うじゃないですか。簡単物し言ったら、How と、そうそうそう、What ですよね。 What an expensive car this is! とかっていうので覚えるじゃないですか。ね、What の場合は、後ろ名詞が来てる時だよっていうので、あ、ほら、ついてますね。漢字がついてて、What an expensive car ですね。What、名詞みたいなので覚えてると思いますね。そうです。皆さんが習ってるこっちでいいですから、ね、この2つのね、ね構いません。わざわざこれを使おうとしなくて構わないので大丈夫です。はいね、そして特殊だし、オブを入れたいって言ってくるから、ね、ネイティブは。 だから習ってる表現で言えますから、わざわざこれを使う必要はないですよ。そうだからここまで知ってないとね、実は使えないんですよ。<noise> はい、ではね、京都受験の問題を実際解いてみましょう。The Internet is playing なんとか significant a role in our life that we cannot imagine a future without it。さあどれですか？ much, so, such, v ベリー。そうですね。だからやっぱり狙われるんだよ。これね。とても such, so, v ベリーとかって来てるじゃないですか。似たようなものでね。狙われるんですが、そう、気づいてますね。ここに、significant っていう形容詞がいて、その後ろに、あがいて、名詞が来てるから、この語順になるやつはどれですかって言って、そうです。そう、刑事に感銘。 っていうので、はい、そが正解だってね。普通じゃない五順だ。だからサッチに飛びつかないでね。サッチだったらどうなんなきゃいけない。 ね、Such a s i g n セ f i フィカ t r ロールにならなきゃいけないですよね。で、まあ、これですっと答えは出せるんですけど、ちゃんとそうざっとになってるなとかっていうのは気づいてくださいね。はい、インターネットっていうのは、プレイアロールインですね。この役割を果たすね。プレイアパートイン。とてもすごい役割を果たしてですよ。とても重要な役割を果たしている私たちのライフで、ね。なので、ウィ m ナイマジン、想像ができないよ、アフィーチャーミライを、ウィザーレットパイとか刺すのは、 ネットなしの未来を想像することなんていうのはできないですよねっていうふうに言ってるわけです。はい、では分かりましたねここで出ちゃうんですよ普通じゃない「総慶」「監視」「名詞」とかっていうのは出てきている。アズとかはそこまでで出題されないんですけど、まあ 一応覚えておいた方がいいのでやっておきましたけどもそうなんです実はね使い方まで知っといてくださいかなりね複雑なやつなんだよね何でもかんでも使えるのかと思って英作文に書いてくる人がいるんですけどそう結構複雑で硬い表現で使いづらい表現ですから、ね、実際はそれを使わなくても表せることってたくさんありますので例えばこの「層のこのやつだったら「さっち」で言えるし。 ね、to how とかののやつも別の言い方がありましたねそ,うですそっちを使って書けばいいですからただ入試問題で出てきた時にこの語順は気をつけてください普通じゃない語順だから出てきた時に気づかないといけませんこれですねほらピーですね。これ来たっていうふうに、ね、容器を感じてですね これが正解だっていうふうに見抜いてください。そう今回もここだけですね、ここだけ見えれば、見えた隙の糸になれば、簡単に答えを出すことはできたわけですね。はい、という形でね、こういうふうに使い方も知りながら、受験でもちゃんと点が取れるようになっていきましょうというのが、ね、この演習シリーズの目的ですから、ぜひ続けてください。はい、この動画が終わったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 では始まりました。空所補充問題の第10回目になりますね。10回目まで来ましたよ。はい、今回はですね、生戦女子大学の問題を扱っていきたいと思いますね。まあ、東京の結構いいところにある大学ですけど。ええー、そんな女子大ばっかりやってて。なんでまあね、ただよりやっぱりね、男性の方が多いんです。見てるのね。女性にも見てもらいたい。でそしたらどうやったらいいかって。 検索して、青春女子大の問題、これ見ようって,ってね、検索したら、例えば出てきて、あ何これみたいな。こんなことやってくれてるところがあるのみたいなね。京都女子大のね、問題とか、大妻女子大のね、問題をこうね、検索したときに、あれ、こんなところに英語の問題を解説してくれる人がおるドスへみたいなね、思ったりとか、変な髪型の人が、古文を教えてますドスへみたいにね、思ってくれたらいいかなと思ってやってるんです。はい、では行きます。 はい。では、やってみたいと思います。え、まず、1問目ですね。Don't let this important chance, なんとか。はい。さあ、これですね。やりましたね。そうなんですよ。これもやったじゃないですか。そう。きちんと、覚えてたら楽勝。be missed, or be missing, have missed, or to miss. ね。はい。これ、やったけど、この問題ね。できないって人がすごく多いので気をつけないといけません。はいね、え、let の語文形やりましたね。はい。どうやってやるんでしたはい。ここの C の位置に来るのは、動詞の原形。 ってやりましたね。そう。そこで、だ、to miss とか選んじゃダメですよ、これね。はい。もう意味わかんないですね。チャンスとミス。だったらもうこっちにかかっちゃうし、ミスするチャンス。うん。しかも、レッドは説明できない。もうめちゃめちゃ。はい。で、原型になって、ハブタス分詞にして、これダメですね。はい。で、そもそも、わがりですね。オートシーにはどういう関係が成り立つんでしたそう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 、ね。手術の関係っていうのが、必ず成り立つんですよ、って言いましたね。手語、術語の関係。チャンスっていうのが、ミスされちゃダメですね。そう。 だからもともとこれ受け身になってて能動体直してやるとそうミスターチャンスですね。ミスです。このチャンスを逃すって意味ですね。それの受け身になってんですよこれ。ね。だから A がぴったりですね。はい で、オートシじ手術の関係が成り立って、受動体ですね、になるんだけど、レッドの場合は B をつけてやんなきゃいけないってやりましたね。ハブとかゲットとかメイクの場合はこの B ってつかないんだけど、ただただ囲ぶんしおけばいいんだけど、レッドの場合は B を くっつけてやらなきゃいけない。ね。その重要なチャンスを逃させてはいけないようです、ね。そのチャンスが逃れる状態にしてはいけない。それは日本語にしづらいんですよ、これね。でも、ちゃんと文法のルールで正解しなきゃいけないという問題だったわけですね。Bmissing。なくされちゃってる状態。Important <laughs> ン,ン,ンスがない。うーん。ーん行方不明状態。はい。ダメです。 はい、次行きます。it was very なんとか a of you to advise hard to stay away from that of a man. <laughs> あは、面白いね。はい。これもやりましたね。it of to 公文ってやったの覚えてますかはい。そうなんですよ。ちゃんとよく出るポイントをね、扱ってますからね。はい。で、of と to のここの動詞と関係はそうですね。sv 関係が成り立つ。で、ご存知、ほら、advise 人というですね。人になんとかするよう、アドバイスするっていうですね。 彼女がステイアウェイ離れる。ステイアウェイフロム後ろをしいてですね。そのひどいですね。男からこう離れておく。っていう風うに、あなたが彼女にアドバイスしたことはこうです。とってもなんとかですってやつです。で、覚えてますこれ4になる時とオブになる時があるって言って。オブになる場合はどう違うんでしたそう,そうそうそう。ここのオブの後ろの名詞と、ここに入る形容詞に主語、主語、保護の関係が成り立つ場合でしたね。 集合保護の関係。だから、ここで、つまりは、you are cooler to advise hard to stay away っていうのと同じです。ここに入れるのは、一体どれって言ってるわけです。はい。え、you're sensible. はい。賢い正解ですね。賢明なとかってやつ。あのね、分別のあるって書いてあって、覚えようとする人がすごく多いので、やめてください、ね。分別のあるって、まあ、知ってる人だったらいいですよ。本とか読んでて知ってる。でも、分別のあるって、ほとんどの人がね、知らないで <laughs>、 ね、知らないで覚えてるので、知らない日本語で覚えないでください。センセボーっていう知らない単語を、分別のあるっていう知らない単語で覚えないでくださいね。ね、これ知ってる単語で覚えてください。簡単に言うと、そう、賢明な、だから、ワイズだと思います。 ね、もう完全に同じって意味ではないんですけど、はいだから。it was very wise of you と同じですね。はい、it was very sensible of you.、ね、これで覚えればいいです。you are wise, you are sensible ってことですかね。sensory 近くのってやつね。まあ、ある時からね、結構出るようになったんですよ。昔はね、sensuous だね。感能的なとかっていうのがね、よく出てたんですけど、まあ、いつも正解にならないんで、まあ、常知で一回だけね、正解になってびっくりしたことがありますけどね。感能的なが。選択肢から消えてきて、だん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  sensory っていうね、のが増えてきました。sensible, sensitive, sensitive. sensory っていうのがよく並びます。sensitive はあの敏感なってやつですね。serious っていうのはそうですね。真面目でまあ serious なってやつですから、はい。 この形取らないし、センティメンタル。うん、感傷的、エモーショナルですね。感情的ななんかを表しますね。まあこれは、It w a s sensible of you っていうのも知ってるゃそれでおしまいだから、It w a s sensible of you っていうので、覚えておいてください。it was very sensible of you to advise her to stay away from that of l man っていう文で覚えてももちろん大丈夫です。具体例を覚えておきましょう。はい、S と C の関係がなるやつといえば、of が入ると。まあ逆にね、stupid とかも入ったよね。it's very stupid of you とかっていうのも言えますね。 はい、次。my mother objected, なんとか abroad, alone. ほらね、これもね。だから、ね、出るんですよ。言ったやつが、しょっちゅう出てませんこれだって、そのまま順番通りに問題出してますからね。そう、私が、は自分の教えたことが出てる。よし、これを選ぼうとかってやってないですからね。そのまま適当に大学を選んで、ボンと出せば、絶対に自分が教えたことがたくさん出るって知ってるので。 だから適当に選んでます。はい。で、my mother objected, なんとか brother っていう,うに、はい。オブジェクトの使い方を知っていれば大丈夫ですね。そう。オブジェクトは自動詞ですね。自動詞で、オブジェクト to 何々だっていうふうにやりましたね。そう。だからオか、オブジェクト me とか言えないし、オブジェクト for 人 d 2とか、オブジェクト on とかないですね。はい。もう一発です。to が入ってて、これ。で、この2は、前置詞の2ですから、 後ろに動詞は置けない。ね。そうじゃなくて、同名詞ですね。object to ing っていうのがよく出題されるって言いました。だから、object to going abroad になるわけですが、ただ、誰が一人で abroad に行くのかがわかんないじゃないですか、ね。object to ing のこの going する人は一体誰なのかっていうふうに分からせるために意味上の主語を置いてやるっていうふうになってますね。だから、この to my going abroad alone っていうのが、私が 海外に一人で行くっていうことに母親は反対しましたっていうやつです。Object to ing そして意味上の主語ってやつですね。で、一応大名詞の時は大学受験では所有格を置いてやるんでしたね。意味上の主語に、ね。ただ実際の英語ではこの塊ですね。同名詞の塊が目的語になっている。これ前置詞の目的語ですね。To の目的語になっている場合は、me を置く人が多い。 ね。目的確保を置く人も多いっていうの。これも全部やってありますから、ぜひちゃんと基礎英文法講座ですね。覚えてない方ですね。やってください。2プラス NG っていうのはよく出るんだよ。意味上の主語っていうのはよく出題されるんだよって言ったやつです。はい。言ってなかったらごめんなさい。<laughs> はい、次。Mr. Sato wants many teachers to enjoy teaching なんとかっていうふうに、はい、書いてありますね。はい えっと、水、あ、これ水ですかね。これミスって呼んじゃう人すごい多いんですけどね。結婚してる人か結婚してない人かわかんないっていうね。えー、水って言いますね。で、want to do ですね。はい、want to do っていうのには、そうね、オート C には手術の関係が成り立つと。多くの先生に楽しんでほしいよ。で、e n j o y は、はい、このポイントもね、やりましたね。e n j o y ing っていうのを取るんだよ。 ね、目的語に ING を取るんだよってやつです。やりましたね。I made PCs です。覚えてますかはい。ING を取るキャラクターたちって教えたやつです。はい。ね、これも、ぜひ復習しておいてくださいね。何のこととかって思った人はね。I made PCs ってね、S つけて。でね、これ、きちんと見てください。Enjoy ING。で、これですね、時々出てくるんだよ、これね。わざわざこんなね、<laughs> ないことをですね、出題してくる大学があるんです。はい。Their students write. まあ、無理でしょう、ここに置くなんて。 で、次が written、written.、うん、どうすんのこの過去分子こんなところに。えエンジョイが SVOC 取るとかですか ?write. 動詞の原型。なぜこんなところにいきなりポコッと現れるはい、ダメですね。はい。ということは、そうです。この writing ですね。で、ええー、ってなっちゃうんですよ、実はこれ、ね、簡単なのに、ing が2個並んでるとかっていうふうにね、見えてしまって、 これ違うんじゃないのって思っちゃうわけですね。そう。これよくあるんですよ。ね。こういう反応あるんですけど。いや、これただ、Enjoy n g 同名詞の ING で、で、この Writing っていうのは、これ名詞ですからね。これライティングですよ。皆さんご存知の。うん、はい。こういう風になってるので、間違えないでください。え、こういうのね、結構あるんですよ。あの、前置詞の to が2回出てきてるから、 あれ二回出てきてるのおかしいんじゃないのとかって思っちゃったりとか、!ING が二個ある。これおかしいんじゃないのって思っちゃう人ね。結構いるので気をつけないといけないですね。まあ、そんなのはね、山ほどあるわけで、実は。例えば。はい、これどういうですか ?I'm considering studying a b r a これ ING で、これ ING 二個重なってるじゃないですか。えってなっちゃうわけですよ。え、どういうこと、ね、でもこっちは、 現在進行形ですね。ビータス ing で。で、こっちは同名詞になってるわけですね。別の ing なんで、こんなの重なっても全然問題ないわけなんですよ。留学することを私考えているとこですっていう意味ですね。そう。だから勝手なルールは作らないでくださいね。そう、勝手なルール作りよと勝手なルール作り子ちゃんっていうのがですね、山ほどいるので、こうなんだから、こうに違いないっていうですね。 勝手な結論をね、出さないでください。まあ人間っていうのはね、そういう生き物なんで、まあこれ入手の長文で出ることもよくありますね。そうやっていろんなルールを作っておいた方が、脳がね、いろんなことを考えずに済むので、もうこうだから、こうだ。 こうだから、こうだっていう、抽象化するっていう能力が備わってるなんていうのはね、えー、出たりするんですけどそっちの方がね、脳のね、労力をね、たくさんかけなくて済むからいいって,かって言われるんですけど、そのせいでですね、文法もですね、勝手に文法ルール作っちゃう人がいるので、気をつけてください。ING が1個出たらもう1個出ちゃいけないんだとかっていうね、勝手なルールは作らないでください。これで合ってるんです。はい。えー、という感じでですね、今回も今まで習ったことのね、ほんと総復習というか、まあ、ポイントは今やったところが分かって、パッパッパッとですね、余分な肉 肉がくっついて、その肉を削ぎ落として、正解すればいいんですよ。ね、骨だけ見つけて、ズバッと切り落とせばいいって言いましたね。えただ、勉強するときですね。っていうのは、まあ、文を覚えたりするじゃないですか。そういう時に、あ、w a n t t o d o の方だ。習ったな。あ、enjoy ing。習ったな。とか、あ、object to ing。習った。意味上の主語。習った。go abroad. abroad は副詞だ。とかってこれもやりましたね。study abroad.go abroad. で、abroad はねと。発音もやりましたね。これね。r o w にはならないよ。とかっていうのもね。習いました。 ね、it of two やったぞ。advise 人 to do やったぞ。let の5文形 C の位置には原型しか来ないぞ。やったぞっていう風になってください。そう。だから今までやったことをですね、きちんと復習してください。答えに関係あるところだけを見抜けばいいです。予習段階では。復習の段階では、あ、今まで習ったこともちゃんと頭に入れておこうっていう風になってください。こうやってね、たくさん何度も何度も出会っていけばですね、実際本番で出会った時に来た これだやったやつだってなりますから、ね、このデジャブ感をですね、ぜひ味わってほしいんですよ、本番でですね、えー。なので、きちんと復習してください。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 そうでは始まりました。空所補充問題の第10回目になりますね。えー、今回も生鮮女子大の問題をやっていきたいと思いますね。結構やっぱね、いい問題揃ってますので、まあ簡単なのもね、もちろんあるんですけども、おってね、ちょっと考えさせられるような問題も入ってますし、なんといってもやっぱり今まで習った基礎英文法のね、講座の知識が使える力を試すとき、アウトプットするときだっていうのがよくわかるような問題になっておりますので、ぜひやってみましょう。はい、それでは行ってみたいと思います。 Of t e three members, Taro was なんとかピアニスト。ね。はい。ピアニストであるんですね。はい。あ best, a better, the best, are the better っていう風に書いてありますね。そうですね。やりましたよね。この of ね。文頭に出てきてもちゃんとわかんなきゃいけないよってですね。3人のメンバーのうちっていうね。そう。最上級プラス of っていうやつですね。はい。なんで最上級になるやつ、そう。だ。 ベストですね。はい、ザーちゃんとつけてね。ザプラス最上級ってやつですね。はい。3人いる中のベストのピアニストであるっていうのが太郎さんですよっていうことですね。で、このザプラス比較級っていう場合は、オプタ h e にするっていうふうにね、えー、習ったと思いますね。オプタ h e two m だったら太郎は a s the b e t t e っていう形で、 言えるんだけど、ただ、それでもね、ネイティブ、ここ2であっても、ダッベストっていう人が多いですね。ダッベターは間違いでしょって何人にも言われた。ね、二人だった時にね、ダッベターを使うって僕ら習うんだけどって、えー、言わない。二人でも、ベスト、ね、最上級使うよって何回も言われてきました。まあ今回はそれ関係ないですからね。はい、きちんと、あ、オブ来てるから最上級だ、ダ ベストっていうのは選べたと思いますね。インとオブのね、違いもやったと思いますね。このオブの場合はこう比較している相手だよとかって言いますね。インだったらまあ、in this school とかね、えー、この学校の中でみたいなね、組織的なのが来るよとかって言ったやつですね。はい。では次行きましょう。It was a very cold windy day. The weather couldn't have been なんとか for a baseball game というふうに書いてあります。いい問題ですね。この比較の問題できましたがね。 はい、あ、very cold w i n d 大ですね。これ形容詞カマで並べることできますかねなんかこれ見ると変っていうね、えー、感じを持つ人いるらしいんですけど、いや、大丈夫です、これでね。えー、とっても寒くて、風がね、吹いてる日だった。The weather couldn't have been. はい、出たよ、ほら。え、yeah.、出るって言ったでしょこれね。For a baseball game. ベースボールゲームをするのには、さあ、どれってやつですね、覚えてますこれ。 これでやったやつですね。Couldn't be better っていうのでやったの覚えてますかどういう意味じゃ l d n t better っていうのはそうそうそう。これ最高だっていう意味ですね。ベターじゃないじゃないですかね。これね。これよりベターになることはないでしょう。ですね。だから最高です。これ以上ベターになることはない最高だよって。はい。今回はどうですか寒くて風が吹いてんだから野球するのには ベター選んじゃったら最高ですよ、これだと。ですね。あ、まあこれ過去のことなんでハブがついてますね。これ以上最高になることはなかっただろう。ね。めっちゃ寒い。めっちゃ風吹いてる。よっしゃ、最高。みたいなですね。もう相手はボロボロだ。みたいな。こっちは打てばもう風でホームランだ。みたいなね。そういう、まあ無理やり状況を考えればね。まあ、ベターはありえなくはないんですけど。 一応ね、最も適切なんですから、はい。普通ね、寒くて風吹いてるときに野球はするもんじゃないですから、クルンビ worse なんですよ。 That couldn't have been worse for a baseball game ですね。ベースボールをするのに、これより悪くなることはなかったでしょう。だから、そう、最悪だったって意味ですね。これね、最低だったよという意味になりますので、注意してください。はい。この、否定語プラス、非核級っていうのは気をつけなきゃいけないよっていうのをやりましたよね。一番みたいな時に出てくるよって言ったやつです。はい。ね、これより良くなることはない最高。これより悪くなることはない最低ですね。はい。 この問題、いい問題ですよ。なんか見たことあるって言ってです、ね、ベターに引っかかっちゃった人がきっと多いと思いますので、しっかり復習してくださいね。これより悪くなることはない。最悪だったっていうことです。はい。<noise> 次はます。なんとか impressed me most at the show was the performance by small children. っていう感じでね。はい、これもいい問題ですね。復習するにはバッチリじゃないですか。まずどうし、動詞 impressed ね。はい、私を。 ね、こう、感銘をね、受けたわけですよ。私に感銘を与えたのは。ってわなのは、はい、わずで、はい、動詞二つ目出てきましたね。はい。ということでわかりますね。動詞二個いるってことは、接続詞、関係詞、登場しなきゃいけないよっていうことで、接続詞は関係詞になれない。こやつらは、さよならです。で、残った、ザットかワット、この違いも言いましたね。ワットっていうのは、塊全体で、 名詞。塊の中でも名詞になれるんだっていうやつです。はい。that っていうのは確かに塊全体で名詞になることはできますね。ね名詞になることはできるんだけど、塊の中で主語になるとか保護になるとかね、目的語になるとか、そういうことできないですね。今回どうですか引っかかってないですね。今回見てほら、この塊。 今回、塊の中に主語ないじゃないですか。ここに主語の役割できるやつが必要なんですよ。塊の中で主語、名詞ですね。名詞になってて、塊全体でもこれ主語になってますね。わずのね。あ、大丈夫ね。小が主語じゃないです。これ、アットだ。小ですから、これね。なんで、塊全体で名詞、塊の中でも名詞になれるのは、ワットだって。 これ何回も言いましたね。この知識だけで答えを出すものでいっぱい出てくるんですよ。だから何度も言ったんですこれ塊の中で名詞、塊全体で名詞。ね。そういうことです。え、Where's the performance? はい。これはパフォーマンスですよ。by small children. ですね。はい。子供たち。ね。夜、パフォーマンスだった。はい。ね。だからその章で一番ですね、私に感銘を与えたのわ、素晴らしいっていうふうに思わせたのは、 子供たち、ね、小っちゃな、ね、子供たちによるパフォーマンスだったっていうやつです。はい、これはよく出ますね。塊。塊全体で名詞、塊の中でも名詞の役割するのは w a t だよってやつです。はい、次。Traffic accidents are often caused by the n o o f drivers. っていうね。まあこれはね、名詞のもう意味知ってるかどうかっていう問題ですよね。はい、Traffic accidents ですから、はい、交通事故っていうのが caused by ですね。はい、これによって で引き起こされるという因果関係を表している表現ですね。えー、読解では非常に重要になってきますので、因果関係が出てきたらきちんと押さえておきます。はい、これによるものだよって言ってます。はい、ドライバーがこうだっていうね、ドライバーの何とかによって引き起こる。ドライバーの不在、アブセンス。なるほど。 よく引き起こるんですね。もうドライブこう運転してて、いなくなっちゃってて、車がわーって言って、ね。まあ、いずれそういう時代はね、来ると思いますけど、ドライバレスカーつって、まあ、よくね、入試に出てくるけど、でもね、ドライバレスカーの方はね、より安全だって言われてるしね。まあ、これ、今は普通はね、乗ってるよ。さん心配。うん。あ、ネグリジェンス。はい、そうですね。ネグリジェンス。怠慢とかね。 不注意とか、ね、注意を怠ってるっていうことですね。はい、これが正解。オブジェクティビティ、客観性。ですね。はい、ということで。えー、これは単語を知ってるかどうかですね。単語の意味の問題ですね。ネグリジェンスを知ってれば、それで。えー、まあ最近はほら、ネグレクトとかってね、よく使われたりしますよね。ネグリジェンスは押さえといてください。 はい、次。Many species of animals are now in danger of becoming なんとかって言ってますね。はい、species もやりましたね。覚えてますね。そう、s のつく単腹同型ってやつです。今回単数か複数かって言ったら、メニーがついてから、複数、そうですね。はい。で、多くの動物の種族っていうのが、be in danger of ですね。これ、まあ、be in danger だけでも使われますけど、危険にさらされちゃってる状態だよっていうやつです。 で、何のって言ったら、オブがついて、in danger of 何々っていう風になりますねえ。これはセットフレーズできちんと覚えてください。やっぱり、何かが危険にさらされてるって時に、be in danger って言わなきゃいけないのに、dangerous って書いちゃう人がすごく多いんですね、英作文で。だから、many species of animals are dangerous って言ったら、その動物たちが危険であるって言うんですかね。危険な、獰猛なアニマルズになっちゃうよっていうことなんで、間違いないですね。全然意味が違うでしょ。be in danger だったら、このアニマルズたちが危険に。 入っちゃってる。危険な状況になっちゃってるよってことです。あでどういう風に危険な状況になってんのさら、becoming 何々ですね。はい、こうなるよ。distinguished 区別するね。distinguished a from b とかね、区別するって言って。まあ、形容してね、distinguished 何々、distinguished author ね、区別される他と区別されるぐらい素晴らしい著者ですよとかっていう形容詞で出てくることもありますね。これまあ難関大は知っておいてほしいことですね。難関台なんか全然目指さないよって言うんだったら、これ区別するだけ覚えておけばいいですね。まあもともとね、まあ、スティング刺すって言ってね、このズバッて刺して、ズバッて分けるっていうね、そういう意味なんですけど。で、エクステンシブ幅広いですね。あのエクステンド外に、テンドは伸ばすですね。この伸ばすっていうのから来てますね。エクステンシブエクステンシブナ i ッジとかね、幅ね。 広いい知識とかっていうので使われたりしますねエクスティンクトはい正解絶滅するですねエクスティンクトこれは結構ねできる人が多いって思ったあ結構学校の教科書に出てくるんだってねこれねだから知ってるっていう人が結構難しい単語だなと思ってたんですけど高校で習いますって言われたいろんなところではいエクスティングウィッシュですね、えー、まあ火消すとかっていうので有名ですね 消火器ですね。なんていうので出てくることがあります。まあ一応ね、エクスティン u i ッシュすっていうので、え2語で言い換えなさいって言何ですかそうプラウトですね。プラウトファイヤーとかっていうのでえ出てくることもありますので、こっちもきちんと押さえておかなければいけません。はい、次ですね。I've asked the post office to なんとか my mail to my new address.、ねはい、新しいアドレスに、えー、こうしてねって言って、で、ask 人というような形ですね。 で、オート C には、そう、手術の関係がなりだますね、えー。ポストオフィスにこうしてください。my mail を。で、to my new address ですから、私の新しいアドレスにこうしてねって言ってるんで、さあ、これどれって言った場合に、そう、答えは転送するですね。forward ね。これを知っていれば簡単です、ね。あ、メールって言うと、イメール浮かべちゃう人いますけど、手紙のことですからね、基本的には。基本的にはですよ。最近は、イメールのことをメールって使う人が増えてきています。ネイティブの中でも。 なんでメールを私の新しい住所に転送してくださいそう。転送するってね、結構知らないんだけど、でも携帯メールとかで結構ね、転送ボタンを押して、こうやってさ、出てきてるのを見たことある人が多いですね。そうこれって、これ転送の意味だったんですよ、ね。知らない人も結構いるけど。はい。ということでね、転送してください。ギャダを集めるですね。私の手紙集める。ね、ローテイト回転させるんですかお前は回る。あんま見たことないかもしれない。これ、ローテーションとかって言うでしょこれです。これ、ローテイト。 verify. verify っていうのはこれ、こう、確証するとかで、この、あなたがその人であるっていうのを認証するとか、そういう時によく使います。だから、映画とかさ、見てたりすると、verified って見たことないですかパスワードとかでパパパパパって入れてて、で、当たったって,ンってやって、verified ってね、ピカーンって出たりするときはよくあったりするんですね。まあ、very 正しい真実とかっていうのから来てる。 はい。といったこですね。これもやっぱり単語の意味を知らないとで、ね、解くことができないしね。意味を知っていれば簡単に解くことができますね。だからフォワードは look forward to とかでフォワード前っていうのが有名ですけど、こういうふうに転送するなんていう意味もあるんだっていうのはきちんと知っておいてください。はい。今回はね、重要な文法知識、そして単語の知識っていうのを使って解く問題でした。結構いい問題だったと思うので、ぜひ復習しておいてください。はい。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 では、さあ、始まりましたね。空所補充問題の12回目になりますね。さあ、今まで習った知識をまた復習して、新たにね、知らなかったよ、これっていうんだったら、足していってください。では、今はさあ、いきますね。清泉女子大学の問題を言ってみましょう。Uh, I want to make a phone call before the show starts.Tell me how, なんとか it will start.Fast, <Yeah. S 2>、はい、much time, quickly, soon. ああ、これはよく出る問題ですね。狙われやすい。はい I want to make a phone call.、ねはい、電話することですね。make a call とか make a phone call って言いますね。before the show starts ね。ショーが始まる前に。で、tell me ね。はい。教えてください。で、how なんとか starts. これ、how なんとかっていうのはね、気をつけなきゃいけないんですね。これ、it がさすがなんだかわかりますあ、そうそう。ショーですね。ショーが始まる。ね。のを聞きたいわけですけど、how fast だったら、これ速度になっちゃいますからね。 どれぐらいの速さでみたいな感じですかね。ショーが始まる。速度って何だろう、はい、How much time? うーん、どのぐらいの時間始まる <laughs> うーんよくわかんないですね。How quickly? これも動く速度ですよね、これね。How soon? です。これが正解ですね。 えー、how soon って言うとですね、どれぐらいすぐにっていう風にね、まあ思うじゃないですか。あとどれくらいでみたいな感覚で思っておくといいですね。あとどれくらいしたらそれ始まりますかみたいな感覚で思っておくといいと思いますね。すぐにの意味があるから納得できないっていう人すごく多いんですけど、ね、あとどれくらいでっていう意味なんだとな、思えば大丈夫ですね。はい、納得してください。 soon、えー、っていうのはね、結構間違いやすいので一応やっておきますね。えー、何って言ったら、官僚系と使えないっていうのだけは知っておいてくださいね。これ間違う人が多いです。官僚系と soon って使えないんですよ、ね。すぐに終えた。ダメなんですかダメです。I have soon finished とかね、えー、言う人いるんですけど、ダメです。それ日本語で言えても英語では言えませんので、ダメです。 はい、次ですね。No matter how hard she tries, Mary cannot, なんとか her father's expectations. 出るねこれはよく出題されますね。いろんな大学で毎年のように出題されるので、絶対押さえておきたいですね。あ、まず No matter how はやりましたね。No matter how hard she tries. ね。なんか繋がってますね、how でね、さっきと。ね、どんだけ一生懸命やってもってですね。No matter how とか、however hard とかね。やりましたよね、これね。どんだけ彼女一生懸命やっても、Mary. ですね。あ、メリーとこの C 同じですからね。はい。メリーっていうのは c a n t なんとか。そう、もう、ハーファーダーズエクスペクテーションって来たら、もう、こいつと相性がいいのも決まってます。ね。こいつと相性のいいのは、もう一個だけ、はい。live up to っていうのは、すぐに出せないといけません。ですね。その期待に沿うとかですね。期待にそこにちゃんとそこまで足してるんですよ。live up to ね。そこまで行ってるってやつです。一語で言うと何だかわかりますね、これ。これもよく取材されるんですよ。結構知らない人多いんですけど。 meet っていうことができますから、mary cannot meet her father's expectations っていう形で出てくることもあるので気をつけてください。このね、満たす的な意味の meet ですね。合う。まあ日本語でもね、合うっていろんな意味があるから、漢字違うけど、まあその期待に合ってるみたいなね。えー、ので覚えてる人も多いかもしれない。はい。こういうふうに、えー、期待に沿うとかっていうので、この live up っていう meet はよく出てきますので、押さえておいてください。keep up を、まあ keep up れずについていくとかある。 けどね。ここは全然関係ないですよね。メイクアップを埋め合わせる。ワークア at w o r 取り組む。期待に。はい、まあ、知っていれば一発ですね。このコロケーションですね。セットフレーズを知っていれば一瞬で解ける問題です。<laughs> to be regularly, なんとか t o strong sunlight may cause skin cancer っていうふうなんですよね、はい。まあ、と不定子が主語になってるんですね。全体で。 英作文では避けてほしいって言ったのを覚えてますね。あんまりやらないでほしいですね。ネイティブスピーカーこれ避ける人も結構多いので、えね、あんまり自分がやるときはやめてくださいね。はい。でもまあ、しょうがない。これするしかないよね。ここには過去分子しか入らないから。はい。っていうのが、メイクアウトこれ引き起こすかもね。はい、何をって言ったら、スキンキャンセーね。はい、皮膚がっていうのを引き起こすかもねっていうわけですが、レギュラリーに こうなるって言って、2と相性がいいの。はい、大丈夫ですね。さらされる、exports to ね。はい。だからもう、頻繁にね、強いサンライトにね、さらされるとね、良、ね、くないですよ。ですね。なんとかザキシゲルみたいにね。はい。まあ、あまりよろしくないですよって言いです。はい。bexports to は、めちゃくちゃ出題されますので、ちゃんと知っておいてください。はい。えー、もう、めちゃめちゃ出る。 で、X っていうのが外です。で、これ全部ポーズ系なんで、ポーズっていうのは置くっていう意味ですね。なんで、これ外に置かれる。だからイメージしやすいじゃないですか。部屋の中とか家の中にいて、そっからサンライズがバン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 ね。で、こう、太陽の光があるところに、こう、外に置くんですよ。ここね。そこに置くって言ってたら、それにさらされるってイメージができますよね。はい。 んで、こういった感じで、まあ、雨にさらされるとかもあるし、あとは文化ね、カウチャーがここに来るときもあるので、えー、気をつけてください。その文化にさらされるみたいな感じで、えー、出てくることがあります。えー、インポーズは、これももうすでにやってますよね。貸すってやつでしたね。インポーズルールとか、タックスなんかを貸すっていうので、相性が遺伝子は、そう、何々を B、ね、A を B に貸すっていうので、オンですよね。はい、これも、 非常に重要ですね。で、人がこっちに来るっていうのもね、結構厄介なんで、ほら、普通人何々、ほら、人 r なんとかとかさ、人 from なんとかとかさ、え人2なんとかとかってよく出てくると思うんですが、人がこっち側になるので、えー、気をつけてくださいね。exports, rule とか、えー、確か refugees のね、ところで説明したと思うんですね。imports regulations on the refugees みたいな感じね。はい。おポーズは反対するでしたね。 op が反対、ポーズ、半、奥ですから、反対側に置く。be opposed to ってね、はい、これに反対するっていう意味ですね。だこれよくわかんないんですか strong sunlight に反対。もう常に反対。もうやだやだ。反対っていうことが、ね、スキンキャンサーを起き起こします。意味わかんないですから。なんで皮膚がんになるんです反対してるのに。はい、え、be reposed は出てこないんじゃない入試だと。なんかこう置くとか、休むみたいなイメージですね。自分の持ってる repos っていうと、休憩する、休息するみたいな感じのイメージですね。 なんか重視問題で正解とかで見たことはないね。まあどれも奥から来てます。はい次ですね。え、do not put なんとか sugar into your coffee if you want to stay healthy ですね。healthy でありたいんだったらはい、sugar を coffee にってやつですが、えー、まずさっちはロットがないからこんな言い方ないでしょう。そうロットも変ですね。 なんか、a lot of sugar だったらいいですね。そんな、たくさんのシュガー入れるならね、lots of sugar ですね。lots of sugar を入れるなっていうんだったら、ら too little か too much ですよね。えまあ、普通に考えてそうですね。シュガーを入れすぎるなっていう。 のになりますよね。はい。えー、コーヒーに入れすぎるんじゃない。ね、健康でありたいんだったらねっていうんですね。stay healthy, healthy のままでいたいんだらねっていう感じですね。まあ、too little ですね。うん、うちの会社は砂糖の会社で、砂糖を消費することイコール、我が家が潤うことです。だから、いっぱいシュガーを入れてください。too little ならダメ !too little ならシュガーダメたくさん入れてくださいもっと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 っていうね。はいね。ね、えー、ダメです。もっと適切なものですね,のね。聞いたことないし。 たくさんいろいろみたいなね。はい。ね、Too much sugar. この Don't put too much sugar はいっぱい聞いたことあります。はい、シュガーを入れすぎるのではない。ということでした。はい。次、It's a pity that my sister has なんとか close friends at school. なんて悲しい英文だ。It's a pity ですね。こうするのは残念です。ですね。What a pity とかね。簡単文でも出てきたりしますけど、きっとだとね。はい。こうするのは。 悲しいことである。っていうね英作文あるっていう人ですね。このアがめっちゃ抜けてくる。この和文英訳っていうやつでね、出題されるとき、このアが抜けてきますので、お気をつけください。it's a pity, わら pity っていうときに、what pity, it's pity みたいな、よく書いてきますので、気をつけてください。で、同じことが shame にも言えるので、it's a shame ってね、残念だっていうときに気をつけてください。で、my sister has なんとか close friends at school ですね。sister が、 close friends ね。近い友達なんですね。はい。近い友達を学校でこうだよって言ってますね。little。うん。加算名詞ですよ。ね。ほら、little っていうのはおかしいじゃないですか。a little of も変ですね。うん。多分ね、これ a little だけだったら a little close で close に a little がかかって OK なんでしょうね。だからこの of くっつけて間違いの選択肢作ってるんでしょうね。a few of。ああ、言えそうですけど、a few of の場合は a few of the なんとかですよね。 A few of the people とかっていう風うには言えるけど、オブくっついてるんだったらね、ちゃんとザ、後ろにくっつけないといけません。はい。で、えだからお答えはそうです。few ですね。few close friends ね。ほとんどないってですね。a few 二三のとか少数のっていうので覚えてると思うんですね。few になったらほとんどないっていう否定語だよってやつです。えだから、近い友達がほとんどいません。ね。えー、かわいそうってうね。 はい、残念ね友達がいない、ね、陰キャってやつですかねまあ分かんないこの視聴者の多くはそうかもしれないですけど大丈夫、ね、学校時代に友達がいないとかねその関係ないですから私の,その学生時代の友達なんてもう、ね、今一人も会う人いないですからね幼稚園小学校中学校高校大学大学院会ってる人一人もいないです はいね。全然悲しいことじゃないですよ。残念だと全く思ってないですからね。まあ多少いたんですけどね、高校とかね。まあやっぱり残念ながら、まあこの動画を収録してるときはね、皆さん外に出れない状況になっちゃったから、やっぱ会えなくなっちゃうんですかね。その二人しかいなかったですよ、それでも。<laughs> 今言ったこの長い間の中で、たったの二人、留学機会入れればすごいですね。もっともっといっぱいいますね。たくさんいますけど、そのたったの二人ですらね、今はもう全く会わないですから。そうね。でも、 全然生きていけますからね。はい。そこに困ることが何一つないですからね。え、ありますか別にね、生きていけます。困ることは全然ありません。はい。入試まではね、それで大丈夫ですからね。大学でね、デビューとかね、わーって,って。大学でわーってやっても、誰もいないですか あってる人ね。大学結構明るくしたんですけど、私ね。はい、それでも、誰もいない。ああ、やっぱりね、そう、留学しちゃったのが大きいかな。引っ越しとか留学が多かったのが問題かな。留学したら合わなくなっちゃうじゃないですか。そう。切れちゃうみたいな風になるのが多かったんでね。はい。 オンラインと言って、言ってもこう、人と人とのコンタクトは大事みたいに言われたりもしますけどね。そういうのはあるかもしれないですね。確かにね、会わないと疎遠になっちゃうっていうのはちょっとあるかもしれません。はい。ということでですね、はい、いっぱいやってきましたが、まあ、山ほどね、重要なポイントありましたので、ぜひ復習してですね、自分のものにしてやってください。はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 それでは始めました空所応じ問題第十三回目になりますねはい今回から阪南大学に行ってみたいと思いますはい阪南多分大阪の南側にあるんでしょうね多分ね、きっとそういう大学だと思いますがではやってみたいと思いますはいあ、例題がありますね空所に入れるのはどうでしょうスティーブ・ノーリスターんとかネイムっていうねこの例題ね意外と重要 <laughs> これ どうですか知ってる人にとっては、まあ、スッと解けると思うんですけど。まあ、そうですね。これね、後ろ名詞きてから、ああ、はいはいはい。ここに所有格を置くんだなっていうふうになるんですが、そうですね。答えはこの1番の、ね、スティーデンスですね。Steve knows the student's name ね。そのスティーデンスの名前を知ってますっていうやつなんですが、そうね。これ、なんで重要かっていうと、まあ、まあ、こいつはありえないですね。所有格じゃないけど。そう、こいつですよ。これをね、知らない人がすごく多いので、 知っておいてください。これ何ですか、ね、もう知ってる人は、はいはいはい。あ、知ってますこれ。複数形の所有格っていうのは S の後ろにこのカマつけるんだっていうので知ってるじゃないですか。すげえ知らない。多くの人は。多分ね、まあ、これ見てる人は大学受験とか考えてる人だから知ってる人が多いとは思うんですけど、多分、うん、高校卒業するまでで、これを知って卒業する方は少数派ですからね。 えって思うかもしれないけど、そうですよ。自分自身知らなかったですからね、卒業しても。<laughs> ね。そうなんですよ。だからそういう人がいっぱいいるんですよ。これ知っといてくださいね。複数形の場合っていうのは、複数形の S の後ろに、ね、カンマつけてやってくださいね。はい。これはないですよ。ステューデンツみたいなのは。これは存在しませんので。はい。で、まあもちろん今回はこれが正解なんですけど、こいつは知っといてくださいね。で、知ってるって思う人も、 英作文では間違えます。これ英作文でこれだけで罰することいっぱいありますからね。なんできちんとお祭りできてはい、では行きます。え、running is the なんとか sport if you want to lose weight っていう風に書いてありますね。はい。スポートを就職する。まあ、スポーツですね。を就職する。ザがついてるんで、ここがポイントですね。ね、earliest と最も早い。どういう意味だ ?most んマッチの最上級 ?the good ね、うんザがついてる理由がわかんない。そうですね。the best. はい、good の最上級ですね。the best sport if you want to lose weight ですね。はい、lose weight 大丈夫ですか意味してますかそうそうそう。体重を落とすですね。これ痩せるってことですね。痩せたいんだったら、これが一番ですよって意味ですね。はい、lose weight はい、逆は何ですか出るでしょこれも。そう、gain weight ですね。 はい。この表現も必ず知っておいてください。体重が増える、太るっていう意味ですね。はい。じゃあ、2語でいかれるとプロンウェイですね。はい。この表現はちゃんとしておいてください。lose weight, gain weight, プロンウェイ。すごく使えるとか。まあ、よく出題されるので知っておいてください。はい、次は。<noise> はい。Zero doesn't have なんとかホームワーク tonight。ね。さあ、これもいけるでしょう。はい。ノーホームワーク。ね。 ダブルネガティブになっちゃいますね。まあ、こういうふうに言うでイティブはいるけど、基本はこういうふうに言ってはいけません。はい。目にホームワークは数えられません。はい。だからこれはダメ。サムは基本的にね、この否定文の時に出てこないですから、はい。答えはこれ。え、d o e s n have n homework じゃないですね。今日はホームワーク宿題ありません。ね、大丈夫ですよね。はい。ホームワークワークっていう、この仕事っていうのは数えられないんだけど、数えられる宿題は教えたの覚えてますそう。アサイメントですね。 こっちの場合は数えられますから、Zero doesn't have any assignments っていう風に S つけますから、気をつけてくださいね。ホームワークは深さ、アサイメントは加算ですので、はい、要注意。まあ、一緒にね、使うこともあるって言いまして、ね。ホームワークアサイメン i g っていうこともありますので、Zero doesn't have any homework assignments って言っても構いません。はい。 はい、次。はい、これよく出るやつだですね。はい、not only, n とか。l n l e、like、for school, but he hadn't done his homework. また宿題 <laughs> 好きですね、宿題が。はい、not only, 頭に来てますね。そうです、覚えてますね。否定の福祉が出ているときは、そう、覚えてますね。統治が起こらないといけないよって言います。だから、ここ、統治が起こってるはずなんですよ、ここね。 でそこをちゃんと押さえておいてくださいね。え、not only, but all になってますね。さあ。いますね、だから、ここできちんと考えると、ほらね、もう、うわーなんだこれっていうふうに思うかもしれない。まあ、わーひはありえないですね。ひーなのにわぁはおかしいですから、ね。はい。Will he be? って言ったら、これね、未来のことを表しちゃいますけど、はい。なんですかそう。は done って言って、いつのことを表してもそ過去ですね。過去完了ですから、ね。その過去の話をしているので、こいつもおかしいと。 はい。で、残った、was he か did he かって言った場合に、はい、ここにあるのは late ですから、late っていう形容詞が来てるから、そう、was he late になりますね。そう、では元の形を考えてみればいいですよ。もし分かんなかったら、はい、was he late って書いてあるわけで、ね。はい、これ元の形に戻してやると、そう、he was late ですね。はい、he was late for school ね。 学校に遅れる be late for ね。これ超重要表現ね、はい。be late for school 学校に遅れましたよって言ってね。だから、彼は学校に遅れただけじゃなくて、ホームワークもしてなかったね。ために言うてんですね。はい、で、え、だから、デ i d ってやっちゃったら元の形考えてもわけわかんないですね。he, ディ did, late になっちゃいますうね。わけわかんないですね。he did, late って、え、どういうこと、ね、普通ほら、デ i d ヒーって来た場合は、デ i d ヒー何々とかね、いうふうに。 ここに普通の一般動詞って言われるのね、起きますよね。ではこのだったら、did he come? とかさこういうふうに、こういうふうに普通の動詞が来ないといけませんよね。はい。こういう形でした。ちゃんと覚えていますか、はい、はい、続きます。that, なんとか dinner, when I got home from work。はい、これめっちゃ出るんだよね、これね。はい、これ基礎なんだけど、よく出題されますね。はい。覚えてますね is cooking cooks, words cooking has cooked とか、時勢の問題でしょ時勢の問題が来たら、はい、いつのことか考えますね。そうすると、はい、ウェの中見てみると、はい、いつのことだって言ってますそう、so, がって書いてますね。これが過去のことを表していますよ。過去を選びなさい。is cooking, はい、現在進行形、cooks, 現在形、words cooking, 過去進行形。 はずくくと現在完了は今のことです。現在のことを表していますから。はい。だから4はダメということで答えは3番。World's c では覚えてますね。進行形っていうのはどういうことを表すんでしたそう。している最中ですっていうのを表すんですよね。だからディナーをクックしている途中だよ。最中だったよっていうふうに言ってるわけですね。はい。で時間軸で見ると。 と、料理している時間があったわけですね,ね。料理している時間があったんだけど、はい、仕事から帰ってきたこの瞬間ですね。はい、この瞬間、このズバッと切ったね、感覚だって言ったやつですけど、途中ですね、料理している最中だった。帰ってきたのは一瞬ですね。ねここ、帰宅一瞬ですね。はい、帰宅は一瞬。で、料理。 はい。料理してる時間は幅がありますよね。その中の最中ですね。はい。料理の最中っていうね。こういうズバッと一点の印がある場合は、よく進行形が出てくるんだよって言ったやつですね。問題自体はすごく簡単なんですけど、重要な要素がいっぱい入っているので、一応説明しておきますね。覚えていますかはい。ディナーっていう名詞はどういう時に狙われるって言ったか覚えてますはい。もう忘れちゃってますかはい。形容詞がつくと、そう。 あがつくから厄介だって言いましたよね。まあ、A、late dinner とかでもいいですけど、ね、遅いディナーとかね。delicious とかでやったと思いますけど、delicious breakfast とか、delicious lunch とか、そうですね。breakfast, lunch, dinner っていうのは、形容詞がくっついて、こういうものだよっていう輪郭がくっつくと、あがくっつくって言ったやつですね。えー、普通の場合はつかないけど、have dinner, have lunch, have breakfast に対して、have art, delicious, breakfast, have a delicious lunch, have a delicious dinner っていう風に、このあがくっつくやつがあるから、厄介だっていう風うに言いました。覚えてますかえ他にもいろいろポイントがありますね。こいつですね。はい。こやつはどうですか ?get home 覚えてますね。そう、get っていうやつは手に入れるんじゃなくて、この場合はつくですね。はい、get home っていう場合、第一文系とかってやったやつですけど、その場合はつくっていうのを表す。ただ、後ろに名詞来る。 ね、get to the station とかっていう場合には to が必要ですよね。それに対してこの home っていうのは一語で複視ですから、つかないよっていうね、get home ですね。これも意外と間違えやすいので気をつけてくださいね。はい。I got to the station ね。っていう、I got home ですから違うっていうので重要になってくるんですね。やりましたね。go home とかさ。come home とか。 こういうキャラクター気をつけなきゃいけないよ。福祉になるやつだよって言ったやつです。ね。えー、まあいろいろね、他にも go abroad とかね。海外行く travel abroad とかってやったりね。go overseas とかね。そういうキャラクターもやりましたから。まあ ね、概要欄にどうせ貼ってありますから、頑張ってスタッフが探して、該当箇所が出ているはずですから、きちんとね、それを見て復習してください。はいね、ワークが深さんとかっていうのもやりましたからね、きちんとこのね、ディナーのポイントとかもやりましたから、解くときはいいんですよ。解くときはもう一瞬、はい、過去の印ついてるおしまいっつって解けばいいんですけど、その後に、ああ、そういえばこれ習ったな、 とかですね。あ、これ問われるって言ってたな。ここ重要だって言ってたなっていうのを思い出してください。そう、出会うたんびに習ったことを思い出すんですよ。そうすることによって力になりますから、あれ習ったあ重要だって言ってたなっていうふうに思い出していくっていうのが大事になりますので。はい、是非ですね。動画を見て復習してください。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そうだは始まりました。空襲補充問題の14回目になりますね。さあ、今日の大学はどんなんかな？ 判断かなはい、いきますね。マン、なんとか。I have some money, please. って言ってますね。はい、お母さんに、ね、お金、シュッと面白いな。s h o u I have some money? <laughs>、ね、お金持ってた方がいいの。Please がちょっとわけがないですね。そうそうそうね Could I have some money, please? はい、そうですね。お願いですね。Can I have some money? お願いですから、問題ないですね。Will I have some money, please? 私がお金持つ。まあね、多分ここの引っ掛けは、could, will, would とか、you だった時がさ、同じようになるからでしょ多分だから can you give me some money とか、could you give me some money, would you give me some money だったら同じだから。だからそこを狙った引っ掛けですね。I になった場合は、これ、くだいですね。私、もらえますかですね、うん。他は使えないですね。 はい。ということで、この意外と助動詞ね、間違いやすいので、気をつけてくださいね。言うだったらいけるけど、こいつはね、くっちゅなんとかだったらいけるけど、愛できていくから、お願いするときは、くだいとか、けないとかね、めいあいとかね、そういうキャラクターだっていうのを知ってたかどうかってなります。はい。ジョージュ will never want to play the piano wall, なんとか、hard he tries。なんてひどい分だ。<laughs> SV がまず2個あって、まあ、ラントゥでとめでくさい一1個同時にしちゃいますね。はい。ね ピアノをうまく、ね、できるようにならないとかってとんでもない宣言されてますけど。で、SV2 つですよね。だから接続詞的な役割をするやつが来ないといけない。except は何とかを除いて前置詞。more, over, さらには副詞だから入らない。で、as と how ever っていうのになってて、そうですね。まあこの hard が前に出てきてるっていうのもヒントだよね。try hard の hard、副詞が前に引っ張られて出てきてるじゃないですか。そうなんです。 ね。まあ、確かに、アズにもそういう引っ張る力はあることはあるんだけどね。場合によっては。普通はそうです。もうやったから大丈夫でしょう。however ですね。やりましたね。however 福祉 SV。however 形容詞 SV っていうキャラクターでしたよね。はい。たとえ、どんなに何々してもってやつです。で、サンゴで言い換えると、あサンゴって言ってもらえるじゃないですか。わかめみたいなやつじゃないですはい。海の中でじゃなくて、 はい、そう。no matter how ですね。no matter how hard he tries っていう風に言えばバッチリですね。で、こういう場合ですね、未来のことでも現在形で表すんですよ。ある意味ね、条件みたいな感じなんで、if にちょっと近いので、たとえ何々してもってみたいな意味なんで、どんだけ一生懸命やってもピアノが上手くなることはないっていうですね。なんて悲しい文なんでしょうね。はい。 結構入試問題って思うよね。ネガティブな分多いよね。あれ気づいたことないですかかなりネガティブなこといっぱい書いてあるの入試問題って思うんですけどね。参考書とかやってても思わないですか上また犬が車にひかれてるよとかさ。ね。そう思わないですかそう思ったんですけど。はい、次。Japanese. はい、こいつは簡単ですね。スーパー楽勝じゃない。be interested いいんですね。はい。それに興味があるっていうので、これで余裕だったと思います。まあ、すぐできたでしょう、これは。ね。で、問題自体は簡単ですけど、この、あ、since 大丈夫ですね。そう。理由を表してますよね。こうなのでっていう表現ですが、will be moving っていうのが、やったでしょしている最中っていう意味ではほとんど使わないよ。 って言ったやつです。未来進行形っていうのは、入試問題で問われるときは何々している最中です。この時間は。とかっていう、未来の途中とかっていうのを表すことが多いんですよ。出てるやつはね。でも普段それで使うことはまずないと。We'll be ING は普通は予定ですから、ね。だから日本に引っ越す予定。だから、カールっていうのは、ね、日本語を勉強するのに興味関心がありますよ。っていうふうに言ってるわけですね。はい。あとこの日がさすのはカールですかね。ここね。 はい。ということでした。まあ、be interested in はもう、これは英検3級とかのレベルですから、これはさすがに知っていると思いますね。はい。received many emails while I was なんとか from the office. こいつは簡単ですね。はい。e-mail い,い,いっぱい受けましたよ。で、I was なんとかですね。こいつはもう I was away ですね。はい。be away from the office っていう表現ですね。これを知っていれば、もう一瞬で、えー、解くことができますね。はい。知っました ?be away from これで、 オフィスから離れてる仕事場にいませんっていう表現です。along, ですね。沿って、まあ get along with な、ね、んとかと仲良くやるとかっていうのが有名ですね。まあ be about で来るんだったら be about to do、ね、まさになんとかするところだとかっていうのが問われることがありますよね。はい。above んなんとかの上に。はい 多くの E メールを、えー、私受け取りましたよ。私が、アバ、フォームがついちゃったら無理ですね。アバってオフィス、オフィスの上にこう飛んでてなんかシュシュ、まあそれも変だけど、フ r ームついてくからどっちにしろ無理ですね。はい、オフィスにいないときにってやつね。で、E メール。まあこの E とメオンの中にね、この間にハイフンつける人もいたりしますね。で、S に関してはそうですね、最近はもう数えます。昔は E メールって不可算名詞だったんですけど、今はもう数えて使うことの方が普通ですね。 はい。そんなに難しくなかったでしょう。はい。次いきますね。Rome is the European city. なんとか。probably has the largest number of historical buildings. っていうふうに書いてますね。はい。この辺もね、やはり問われるわけですよ。はい。ローマは、ヨーロッパのシティです。っていうふうに書いて。で、空欄があって。で、probably, 普通に、はい。has があって、has the largest number of historical buildings. ですね。 Large number of の最上級ですね。A、large number of って言ったら、そう多数のって言うんですね。だからそれで Largest number だから最も多くのって言うんですね。Historical buildings があるって書いてあって、そうですね。この probably 挟んで答えを分かりにくくしてますけど、主語ないっすよね、これね。だからここに主格の関係代名詞入るだろうなっていうふうにきちんと思えたかどうかですね。主語の役割をするやつが必要だなっていうふうに思えたかどうかですね。 で、前には City っていう先行詞が来てますから、はい、w o o は人だから無理ですね。What は無理ですね。これ塊で What はそう名詞説になるんですよね。だから無理ですね。で、はい、Which か Where かって言ったけど、Where は関係、福祉でしたね。関係、福祉は集合になれないから無理。はい、だから答えは関係。代名詞の Which が入るんだっていうふうに。 思えたかどうかですね。はい。関係代名詞、関係副詞の問題です。はい。これをきちんと解くことができましたでしょうかね。よく出るんですよ、やっぱりね。この関係代名詞か関係副詞か。ね、前に先行詞に、あ、場所が来てるって言って、ウェアに飛びつかないっていうのが大事でしたね。そう、きちんとかけてるとこないかな。あ、主語がないぞ。だからこいつは代名詞、ね。主語になれるのは名詞だから、だから関係代名詞が入るんだなっていうふうに思えたかどうかっていうやつでした。はい。 えー、ローマンっていうのがヨーロッパのシティで、ね、で、どういうヨーロッパのシティって言ったら、おそらく、一番歴史的ね、このビルディングスがいっぱいあるとこだっていうふうにね、えー、言ったやつです。あ、ナンバーオブとザ・ナンバーオブ気をつけなきゃいけないよっていうふに言われますね。えー、多くのって意味ね、あ、ナンバーオブ・スティーデンツとかね。多くの、もしくはまあ複数のって意味もあるんでしたね。それに対して、はい、ザ・ナンバーオブ・ステ d ー n ン s っていうのは、 生徒の数ですね。意味が違うと。で、さらに厄介なのは、こやつらの後ろに、まあ、こいつらが主語だったとして、a large number of students が主語、the number of students が主語だった場合に扱い違うよってですね。まあ、B 同士の現在形リったらなんですか ?a number of students 何 ?the number of students そうですね。上は are ね。下は is だよね。上の方は多くのこの生徒。 ね、生徒が、ね、students are に対して、うわ、the number 数ですね。これが主語なんで、the number is っていう風になるっていうのが厄介でしたね。はい、ここをきちんと知っておいてください。はい。で、あと最後はヒストリカをですね。一応出てくるので、えー、やっておかなきゃいけません。えー、なんで出てくるのかさ、ヒストリカルとヒストリックの違いね。 っていうのが問われることが、まあ問われることはそこまでないかな。えただ英作文で間違えることがあるので、え知っておかないといけませんね。えー、ヒストリカ l って言ったら歴史のとかっていう意味なんですが、ヒストリックって言ったらどう,うですかはい。 こっちは歴史的に重要なって意味になりますので気をつけてください。まあ今回はね、まあローマなんで別に歴史的に重要なビルディングスもきっといっぱいあると思うからまあ言えるかもしれないんですけど気をつけてください。ヒストリカルですね。歴史的なっていう時にヒスト o r ックっていうのをね。 えー、使わないいように気をつけてください結構ね間違って覚えてる人がいるので気をつけてください、はい、ヒストリック・イベン s って言ったらね、うん、歴史的に重要なイベント出来事だったっていうことですからね、はい、ヒストリカルうーん何かあるかなヒストリカルしか使えない表現ヒストリカ e リサーチって言ったらね歴史の研究だよねヒストリック・リサーチって言ったら歴史的に重要な研究、ねはい、だから意味が変わっちゃいますね、うんはい、なんで気をつけてくださいはい 感じでですね、今まで習ったこと、そして新たなことも、ね、学んでいきますので、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは始まりました。空調補充問題の15回目になりますね。今回はですね、愛知医科大学という感じで、ついに医学部の問題やってみたいと思います。えー、Will be chosen as the next president? っていうふうにやってますね。あ、疑問文ですね。 はい、これよく出るやつですね。はい、五純のやつね。do you think who, do you think whom, who do you think whom do you think っていうやつですね。はい、まずですね、do you think who とかってなってる こいつはありえないって分かりますこれ結構やっちゃう人多いんですよ。特にね、think の後ろにわっと置いちゃう人結構多いんですけど、think の後ろに疑問詞の塊って来ないの知ってましたかダメなんですよ、これ。だから do you think who とか do you think whom っていうふうにもう最初からならないわけですね。ほら wonder とかは取れるじゃないですか。I wonder who did it とかですね。それやったら誰だろうとかっていうけど、think は置けないですね。think who did it とかっていうふうにね、言うことはできませんので、だからダメです、こちら。 で、残った、ふるうてンくとふム・デューセンくですね。まあ、なんか聞いたことあるっていうので、パッと答えを出すこともできるし、この一旦ちょっとね、デューセンクさんに一旦ちょっとね、といていただきます。一旦こね。そうすると、はい、どうなりますどっちですかって言ったらすぐわかるんじゃないですかそうですよね。will be chosen ですから、こう選ばれるって言って、ほら、主語ないでしょ。だから、主語の役割するのは、はい、ふムとふうどっちですかって言った場合に、はい、ふうは主語ですよ。フうむは、 そう、目的語でしたよね。だから、フームはダメだよっていうのが分かるので、はい。だから、3が正解っていう風になるわけです。ちょっと一旦ね、ど、どいてもらいましたけど、ちょっと戻ってきてもらって。はい。で、ね、who will be chosen as the next president だったらめちゃめちゃ簡単じゃないですか。で、それが、who do you think っていう風に、do you think がね、間に入るとちょっと難しくなるだ。誰が次のプレゼントとして選ばれますか、プレゼントに選ばれますか、社長さんに選ばれますか、 っていう風に言うのは簡単なんですが、誰が選ばれると思いますかみたいな感じで、do you think? っていうのを入れて喋ることもできますので、これはぜひ覚えておいてください。めちゃくちゃよく使いますよ。pre do you think you are? とかですね。what do you think you are doing? とかですね。非常によく使うので、この do you think? が間に挟まって疑問文っていうのはすごくよく使う表現です。 あただね、まあ、使うのはなかなか大変ですよ。これ自分でも喋れるようになった時に、あ、進歩したなっていうふうに思いましたからね。これなかなか会話でパッと出せる人はですね、レベルが高い人ですね。はい。では、次いきますね。え、he denied ever, y なんとか h e a r t ってやつです。はい。これはね、余分な要素があるからね、ちょっとわかりづらいかな。to see, to be seen, having seen, having been seen っていうふうになっていますが、はい。まず、そう。ever があるから邪魔なんですけど、deny の目的を覚えてますか そうですね。I made PCs ってやりましたね。後ろに ing を取るのがでないでしたね。こうするのを否定するって言ったわけです。だから、to 否定しはダメです。 もうこの時点で消える。で、残ったのは、having seen か having been seen なんで、そういうことですね。これね、受け身なのか、能動体なのかっていうのが問われています。つまり、二つの文法事項が問われるっていうパターンのものですね。まず、deny が目的語にとるのは、t o ーフ h 定ですかそれとも ing ですかっていうのが一つ目。二個目は、はい、受動体と能動体。どっちを入れればいいですかっていう二つのポイントがあるわけですね。でこういうふうに二つ入れると、レベルを上げることができるわけですよ。 片っぽが分かっててももう片方が分かんないと答えられないですからね。さあ、どっちですかって言った場合に、はい、今度は、塊の中を考えますね。同名詞の塊全体が O になってて、塊の中を見たときに、ここ何かしら動詞の役割をするキャラが入るわけなんですが、そうですね。目的語を取ってますね。そう、Heart っていう目的語がいるから、やりましたね。 受け身にすると、O が一つ減るだから目的語は取れないんでしたね。うん、だから答えは、うん、Having seen。うえ <laughs> ビヨーンって言ったけど。はい。はい。Having seen ですね。はい。見た。彼女を見た、彼女を会ったことがあるっていうのを否定しました。ですね。一度もないですよ。っていうにね。エ v e ーがついてて。まあ、否定的な意味になってるんで、もう一度もないですよ。ね。見たことなんかないですよ。<laughs> はい。では、次の問題に行きますね。はい。she h a d run five miles and had 何とか five miles to go っていう風に、えー、書いてますね。already, another, more, get. ほら、出るって言ったでしょこれね。出題されるんですよ。走ったわけですよ。five miles 走って、何とかって言って、あ、まあこれ過去完了になってますね。これ five miles 走って、えー、そして、こっちは過去形ですかね。単なるね。なとか five miles to go と、ほら、やったの覚えてますこのね。 ここにほら、距離来てますね。距離来てるときは、複数であっても、あなた置けるよっていう風にやったやつですね。そう、あなた5マイルって言うけね。まだ5マイル残ってますよってことです。はい。5マイル走った。そして、まだ、 5マイル残ってますってやつです。another 5 miles. 覚えてます ?another five minutes とか時間でも OK だって言ったやつですね。で、まあ、to go ってくっつけてね、言うことも結構あるんですよ。ね。まあ、この another なくて5 minutes to go とかって言ったりすることもよくありますね。あと5分ですよーみたいな時に、まあ、自分自身よく使う表現だし、アメリカでめちゃくちゃよく聞きました。10 minutes to go とか5 minutes to go とかって言うんですけど、もう5マイル。 っていうやつでしたね。あと5マイルっていうやつです。だから時間表現とか距離表現の場合は、アンっていうのがついてっけど、ここに複数表現ね。これを一つの塊として見るので、言えるんだってやったやつです。これはよく問われるんですね。だから他のも全然わかんない。already, すでにとかですね。あ、more はね、これ、この語順だったら OK ですね。five more miles ですね。もう5マイルっていう時に語順がこうなりますので、five more miles to go とかですね。 っていうふうになるので、それを使ったきっかけですね。Yet は全然違いますね。はい。ということでした。できましたかね。だかやっぱ習ってたの覚えてますね。これやったものって出てくるんですよ。はい。では次の問題いきましょう。I really enjoy weddings. ね。はい。ウェディングが好きだよね。結婚式好き。I don't have to make a speech. っていう風に言ってますね。はい。で、まず最初は大丈夫ですね。これ、ね、ウェディング好きだって言ってるわけですね。 結婚式が好きですって言って、で、as long as in case of, so much that, unless っていう風に書いてあるわけですね。まず、in case of は、これ全知識ですから、ここには入れないでしょえ、なんで分かってますね。そう、sv が2つ出てきているんだから、sv 2個あるためには、 接続詞か関係詞が必要だから全詞の役割をしているインケースオブはダメってですね。まあ、インケースだったらね、なんとかに備えてっていう接続詞になりますけどね。ジャスティンケースとかね。で、次はアズロンガーズ。まあ、そうマッチだとさすがに違うでしょ。とてもなんとかなのでなんとかだけど。で、うん、ここにだってもうカンマついてくからね。なんかぶっちぎれちゃってるじゃん。まあ、そうざとの引っ掛けなのかな、これね。えな、ー、んとかするためにとかってやつとかな。 のひっかかけなのか、まあ、どちらにしろダメですねスピーチをするって言って、はい、アンですか、アズロンガズで、さあ、どっちですかっていうのがポイントなわけですね。アズロンガズはそうそうそう。まあ、する限りとかって覚えてる人も多いんですけど、まあ、イフの意味が入るのがアズロンガズです。だから、もしこうでなかったらっていう感じですね。ここにドンとかいるので。はい。だから、もしスピーチをする必要がないんだったらっていうのはぴったりですね。 だもしウェディングでこれをする必要がないんだったら、ウェディングでスピーチをしない限りは、ウェディングは楽しいっていう意味になりますね。アンレスは逆になりますね。if not に近いんですよ。まあ、完全に同じではないんですけど、こう、しない限りはみたいな意味になりますね。うん、だから、このスピーチをする必要のない、ね、ではない限りはっていうね、わけのわかんない文になってしまうので、えー、ダメです。はい。 うん。よくわかんない。ここに not もあるのにし、ね、ifnot くっついて。うんね。これ not の not の否定で haft になるんじゃないですか。ならないですね。<laughs> なんで、A 答えは a ズド o n t a っていう風になりますね。えー、ただし、そうですね。a ズド o n t a っていうのは厄介ですから、ちゃんとやっておかなきゃいけないですよね。何が厄介なのか、もうわかりますね。当然。これとごっちゃになってしまうと、これも限りはっていう風に訳されるから a ズ p a r d ですね。えー、だからわかんなくなっちゃうよっていうやつです。 基礎レベルの場合はですね、As far as っていうのは、まあ、基本的に far なんで、この範囲でっていう意味なんですね。っていうので覚えておけば大丈夫です。As long as っていうのは、if の意味が入る As far as は範囲でと覚えておけば OK ですね。で特に、 So, as far as I know ですね。私の知っている範囲ではとかっていうフレーズで覚えておくことをお勧めしますね。これはだから、アズドンガだったら、もし私が知っていたらですか意味が全然違うじゃないですか。なんかどっちでもいけそうな文ってね、結構あるんですけど、これで覚えておくと OK です。あとは、なんとか私に関する限りでは、私に関する範囲ではってやつ知らないですかそうそうそう。 As far as I'm concerned とかっていうの有名ですよね。as far as 誰々 be concerned っていうこの表現ですね。なんでこの二つのフレーズをまずは基礎的な表現として覚えておくと大丈夫です。大体この二つで倒せる問題めちゃくちゃいっぱいありますので、まずこれで覚えておいて、as long as の方は if の意味が含まれるんだと押さえておいてください。これで結構いけます。で、今回の make a speech ですね。これがセットフレーズとして、 出てくることもありますので、いいですね。スピーチを作るじゃなくて、スピーチをするっていう風になりますので、はい、そこもきちんと押さえておいてください。メイカスピーチとか、メイカプレゼンテーションとかもそうですね。あれもプレゼンテーションを作るじゃなくて、プレゼンテーションを するという意味です。だからメイクには作るだけじゃなくてするの意味もあるから気をつけなさい。メイクアデシジョンですね。決定するとかっていうのもやりましたよね。そうなんですよ。今までやってきたものがたくさん出てきていますから、それらをですね、きちんと復習してやっていってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。一旦これでですね、空所補充問題ですね。一文中の空所補充問題は終わりになりまして、この後は言い換えっていうのが出てきますので、はい。下線部言い換え。 っていうのに行ってみたいと思います。はい、この動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。